はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。です。はい、今日はこちらですね。うん、神業ワンダ、神業諸島です。はい、こちらですね、神業ワンダに出てくる、バグミンを捕獲するための、ガジェットですね、はい。カメラ型のガジェットになりますね。はい、早速開けてから、はい、ちょっと説明したいと思いますね。はい、はい、じゃあ開けていきましょう。はい。よいしょ。はい、開かんと。お、ここに入ってるね。はい、ということでこちらが神業ショットですね、はい、カメラ型でね、完全にね、はい、このシャッターちょっと押してもらえますか。はい、はい、そうするとこのレンズの部分の LED が光りますね、うん、緑色ね。こっちはね、なんか液晶画面っぽいんだけど、うん、LED がちょっとだけ出ますね、うん、それで上には神業フラッシュをつけることができますね、はいはい、上が神業タッチモードで、はい、下が神業キャッチモードですね、はい、はい、あとですね、このセットにはこの神業プロカ、これが入っておりました。これはターボミンのカードですね、はい、透明のカードで裏側ちょっと QR コードあるんだけれども、はい、この中にですね IC チップが入ってるんだって、うん、すごいね、うん、この1枚に IC チップが入っているので、神業ショットにタッチすると反応するわけです。うわ、すごい、ね、なんかこう妖怪ウォッチみたいにあのメダルの裏側に、ね、こうボツボツがあるとか、うん、そういうの全くないですこのカードね、うん、ツルツルのカードなんだけど中に IC チップが入ってるからもうタッチで反応、うん、とかこれすごくね、すごい超未来のおもちゃですね、うん、それともう一つ、購入キャンペーンのプロカを1枚もらいましたので、はい、これもちょっと取り出してみましょう。はい、はい、カギミン、はい、はい、こちらがカギミンですね、はい、で、ここにですねスゴレアとちゃんと書いてありますね、はい、はい、これも後でちょっと鳴らしてみようか。はい、うん、これ神業ワンダの、ね、カード透明だからいいんだよ、うん、すごいかっこいい、かっこいいね、うん、あとターボミンはですね実は東京おもちゃショーで、はい、こちら、体験した時にもらったんだよね、はい、スゴレアのね、そう、これもそう、これもスゴレアでございますね、はいはい、そもそもですね神業ワンダってなんだっていう話なんですけども、はい、このですねワンちゃんいるでしょ、うん、ワンダっていうね、そう、ワンダっていう名前のワンちゃんなんですけども、これはですねワンダー星の王子様なんです、はいはい、でこのワンダー星がバグですっていうですね、はい、悪いやつにこう乗っ取られようとしたらね、はい、ワンダー星の王様がもう星ごと凍結しちゃったんだ、うん、で地球に来ちゃったわけですね、うん、ですからそれで災いプログラムっていうのを地球に投げちゃったわけですよ、はい、そうすると、普通に、暮らしてたプログラムたちがバグミになっちゃう、人々を襲うようになったわけですね、でそれをこの神業ショットでキャッチして、うん、でデバッグして、はい、それでバグミンをプロミンに変えると、はい、そうです、こういう子たちがプロミンと、はい、うん、で、仲間になってくれるわけですね、はい、どことなく妖怪ウォッチっぽいんだよ、うん、確かにそう、フラッシュライトで探してキャッチして仲間にするっていうのがね、うん、なんかどことなく似てるんだよ、うん、まあそれ言わない方がいい、うんうん、はい、それでは実際やっていきましょう、はい、まずはキャッチモード、神業キャッチモード、こちらね、はい、神業キャッチって言ったね、はい、はい、そしたらグリップを引く、はい、開いた、うん、光ってんね、うん、反対側も光ってます、はい、光ってる、そしたらここにプロカを入れる、後ろに、はい、じゃあ入れますね、はい、入れた、あ、ルーレットが始まった、ルーレットは一番下以外でシャッターボタンを押して止める、オッケー、はい、それでグリップを閉じてください、はい、はい、今キャッチで成功したので今度はデバッグだね、はい、デバッグはシャッターボタン長押し、はい、これがね全部止まったんだね、お、デバッグ完了、はい、はい、こんな感じで今外にいたバグミンをキャッチしてターボミンにデバッグしたと、はい、いうことですね、はい、はい、でこのカードを抜きます、はい、そうだね、はい、で本当はですね空のプロカがここに入ってて、はい、でそれで焼き付けるっていうイメージなんだけど、はい、でもねそれは現実世界ではちょっとできないから、はい、こんな感じでもともと出来上がったカードですね、はいはい、で今度はこれを神業タッチ、はい、召喚モードにしてみましょうか、はいはい、グリップを引いてください、はいはい、そしたらこのプロカをタッチ、タッチ、
ということですね、はい、これで召喚が完了したということでございます、はい、ここまでが大体の遊びかな、うんうん、ちなみにこの神業ショットすごくねこの動きがかっこいいですよこれほら通常だとこのレンズの周りが閉まってんだけど、うん、このグリップを広げると開くんだけど、うん、この開き方がかっこいいほら、うん、超かっこいいこれね、うん、これはいい感じに開きますね、うん、じゃあ続いてちょっとこのターボもいいんだけどスゴレアこっちをやってみましょうか。はい、はい、どんな馬なんだろうね。お願いします。同じか、うん、同じですね。同じだね、はい、じゃあ次はキャンペーンでもらったカギミンをやってみましょう。はい、おあ、音違うんだね。音違うね、やっぱり。へえ、これ面白そうだな、うん、はい、ということで今回は神業ワンダの神業ショットでした。はい、いかがでしたでしょうか。本当はですねこれは、1週間前の土曜日6月25日に発売されていたんですけれども、はいはい、我々ですねワールドホビーフェアに出演しておりましたので、はい、ちょっとねこれ買うことができませんでしたね、はい、ようやく1週間遅れて買うことができました、はい、他にもですね、神業フラッシュとあと神業プロカ、スターターセットのターボ編っていうのを購入しておりますのでこれはまた次回やりたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。